ドロヘダ・ユナイテッド FC はアイルランドのラウス県ドロヘダをホームタウンとするサッカークラブ。1919年に創設されたオリジナルのドロヘダ・ユナイテッドはリーグ戦に参加していなかった。1962年、同じドロヘダを本拠地とするドロヘダ FC が新しく創設された。1963年、リーグオブ・アイルランドのチーム数が10から12に、 拡大されると、ドロヘダ FC はリーグに加盟した。最初の1963から64シーズンは10位だった。1971年は、ファイカップ決勝に初進出したが、リムリックに0から3で敗れた。1975年、ドロヘダ FC は、ドロヘダユナイテッドと合併し、ドロヘダユナイテッド FC が創設された。1976年は2回目となるファイ。 カップ決勝に進出したが、ボヘミアンに0から1で敗れた。1982から83シーズンは、アスローンタウンに次ぐ2位になり、クラブ初の欧州カップ戦に出場した。UEFA カップ1983から84では、トッテナムホットスパーと対戦し、2戦、合計0から14で敗れた。1985年、新しく創設された。 ファーストディビジョンへ降格した。2001から02シーズンにプレミアディビジョンに昇格するまでは昇格と降格を繰り返すヨー,ヨークラブだった。2005年はファイカップで初優勝を果たし、クラブにとって初の主要タイトルを獲得した。2007年はプレミアディビジョンで初優勝を果たした。2008年、クラブは財政問題により、 航空式と同じくエグザミナーシップを適用されたが、サポーターの支援活動もあり、解散を免れた。2010年は、自動降格圏内の再開に終わったが、同4位のスポルディング・フィンガールが撤退したため、プレミア・ディビジョン残留が決定した。2011年、2012年にクラブを引き継ぐための、新しい会社を設立することが発表された。 新会社は1000ユーロを支払ったサポーターのグループによって構成されるため、実質的にメンバーが所有するクラブとなった。2012年はリーグ戦でスライゴローバーズに次ぐ2位になり、リーグオブアイルランドカップで2回目の優勝を果たした。2010年、トルコのトラブゾンスポルト公式の姉妹クラブになったことを発表した。1勝ち点10減点。ありがとうございます。